ちょっとまだ寝起きなんですけど、寝起きから壮大なファンタジー、ファンタジーの世界で遊んでいきたいと思っております。スモールランドというアーリーアクセスのゲームをやっていきたいと思います。ね、ゲームに対して意見をくれる友達いるじゃないですか。その子がなんかまあ虫と同じ目線の世界線で一緒に冒険ができる、なんかすごい簡単に言ったらアークの世界線の恐竜が虫になったみたいな感じで面白いんじゃないかなっていうのを教えてもらって、今日はやってみることにしました。結構むずいの。なんかそれさ、昨日のエゴさんにもさ書いてあった、なんかねえこのゲーム結構むずいぞって。どんな世界、今でも冒険してみたいっていう今第一歩だからね。やってみよう。こういうなんか森の中の小人みたいな感じでやっていくらしい。ほら見て、樹液取れるんだけど、樹液が。これ絶対カブトムシいるね。ま、蜂はいるだろうね、蜂は。あ、目覚めてきた。わあ、すごい！見て！生き物視点の世界。蝶々が飛んでる。すごーい。わあ、蝶々だ。アゲハチョウ？あんまちょっと蝶々詳しくないや。ちょっと蝶々以外の虫どこ？長老、厄介なお知らせが届いた。オーバーランドの森のニュー植え者たちから、入居者たちから、一部のクリーチャーが常に攻撃的になっているらしい。なるほどね。異常に興奮してる虫どもを落ち着けてやればいいだけということですな。外に出ないとだよね、まず。あ、食用キノコ。お、皆さん、夜になってます。あ、すごーい。また蝶々？あれ、ガじゃん。ガが飛んでる。あ、夜だからか。わー、すごい癒される音がするね。好きなんだよ、この森の中にいるみたいな音。あー、川のいい音がする。強烈癒される音がしてる。あ、昆虫の卵。虫のリンパ節。よーし、お昼ご飯だ。虫のリンパ節でも食べてやるか。あー、うまーい。あ、でっかい袋が、神的な感じで。神のお供え物を回収してしまったな、今。やっちゃった。バチ当たり来たー。いや、これ、バチ当たりですね。でも、こちらも生きていくためには食料が必要なんで、よろしくお願いしまーす。皆さん、あそこの影がなんか、動いているのをご覧いただけますでしょうか。バッタかなー。暗い。赤い。あ。おい！お前強いな、夜行性のバッタクソ強い。あんまりバッタの顔面得意じゃないんですけどね。おれ、うわ、お前危なー。食べれるものを食べないとだよね。キノコ、キノコ、確かに寝た方がよくない？ね、寝たいね。神、一緒に寝よう。神、シンプルベッド。寝るためのシェルターが必要です。あー、やばい。雨、まあでも雨降ってきたら虫たちはひよって出てきませんので、一旦ゆっくりしてもいいよというタイミングなのかもしれない。シェルター、壁がいるのかな。はい、できました。これね、完全に家ですね。これは誰がどう見ても家ですね。うわ、眠れませんとか言われた。ふっそー、こんなに頑張って家作ったのに気持ち悪いよ。家がなるべく水場は渡んない方がいいみたいなの言ってたもんね。あー、すごい。うわ、なんだこれ。うわ、暇、動き暇。ありた、動きがキモめなんですけど。アリはあんまり得意じゃないのに。あ、むっちゃいる。アリの巣が近くにあんのかな。あ、すっごい。アリの頭。アリの頭もらった。あ、キャンプファイヤーしたら、あ、アリの串焼きができる。おらー、お前ら全員串焼きにしてやるからな。おら、ダイナー、かわいい。歩いてくんだけど。絶対アリの巣じゃん、ここ。アリの巣だ。入りたくな。お、おい、テントウムシ、お前。あ、飼い鳴らす？飼い鳴らしたい、飼い鳴らしたい。ごめんね、ごめんね、いっぱい殴ってごめんね。飼い鳴らしたいの。難しいぞ、飼い鳴らすの、テントウムシを。飼い鳴らしたい。貴様のことを飼い鳴らしたいだけなんだ。待って、くっそー。飼い鳴らしたかったー。なんだお前、ほら、ちょっとテントウムシ、テントウムシ助けて。あー、まあまあ、でも行きたい
方向もう分かってるから。これか、すべて入手。こっち渡らないといけないから。ねえ、今葉っぱ乗れると思っちゃったんだもんね、寝たら。また墓に行くのか。墓参り芸になってるって？なってるわ、まだ。慣れてないわ、操作に。やだー、墓の方に行くとアリがいる。串刺しにしてやる、今度こそ。もういるんだが、いるんだが、前に見える。あー、今何にも持ってないんですよ！この野郎！持ってないねん！なんか名前が強そうだったんだもん。川渡る場所はどこかに。あれ、ジャンプで渡れるのかな、あの距離を。バッタおる。バッタティームできるの？アリのこと全面的に神々してもらおうよ。アリ VS バッタならなんかバッタの方が強そう。昼間バッタいい人なんだって。え、ご飯いる？殴るしかなくない？バッタの餌が必要？バッタの餌って何なの？毒キノコかな。これくらい飛び越えられないと男じゃないよ。これくらいは飛び越えれてこそ男。あ、とうとう初眠り。嵐が近づいています。シェルターが必要です。シェルターですよね。どうなってしまうんだ。ガバガバシェルターで様子を見ていきたいと思います。横がら空き、大丈夫。縦に風が吹いてくれたらちょうどいい。来いよ嵐。あ、来た。シェルターを出ないでください。あなたは寒いと感じています。寒い。さすがに嵐は寒いか。でも大丈夫、シェルターの中にいるからね。うわー、自然って大変だ。これ出たらどうなるんだろう。晴れた。もう嵐生き延びたらもうさ、最強だよね。自然が一番怖いんだから、もうこれ以上怖いものむしろないんだよね。来てる？来てるね。お前のせいで。うん。ああ、まあ、バッタさん助けて。ほら一緒に行こう。やって、あれ。おい、ねえのワークベンチで何してんだ。痛い。バッタさん助けて。やれやれやれ。いけいけ、やれやれ、いけ。ナーイス。お前すげえよ。キノコステーキとアリの串焼きを食べるぜ。アリの串焼き。あー、うめえなー。うめえうめえ。アリの串焼きうめえなー。アリに見つかったらバッタのとこに。あ、カミキリムシじゃんこれ。お前有害なんか。お前カミキリムシは優しいんだからね、基本的には。おい、なんでいないんだよ、木の中に。出てくんなよ、木の中から。バッタ助けて。どこ行った？あいつあんな高い。うわ、これホタルかな。めっちゃホタルフォルムじゃない。お前夜になったら光出すんだろ。おい、見ろよ。アリもいる、アリもいる。アリ、アリ助けて。自分の陣地荒らされてるよ。次襲ってきたらバッタの剣に処してやるからな。バッチャンは強いんやぞ。羊、上まで。あれ、お前人の陣地勝手に乗ってくんじゃねえよ。まあ乗ってくんな。お前飛べんだろ。おい、人んちやぞ。逃げて行き上がりましたわ。ネイチの声聞いてるだけで興奮してくる。どういう意味の興奮？スハスハの方？どっちの意味だろう。お前、勝手に人んちから降りてきて。やめてよ。まあ、一緒そこで、もじもじしてろ。弓とか矢ね、まだ持ってないんだよね。やばいやばい。やばい。だから！危ない！2時になったし、もうお家出ないといけないわ。